エチオピアで発行された川船切手の初日カバー初日。カバーとは、郵便切手が貼られ、その切手の発行日当日の消し印が押された、封筒類のことである。記念切手などでは、記念の対象の関係者には記念品であり、また、数が限られることから切手収集家や記念品、収集家のコレクション対象としての趣味性が強い、優秀品である。 英語ファーストデイカバーの頭文字の FDG という略称もよく使われる。封筒ではなく絵はがきに仕立てたものはマキシマムカードという。貼られている切手に発行日当日の消し印がある。封筒初日カバーという。郵便利用者がたまたま切手発行日に窓口で購入した切手を即座に使用した場合には初日カバーが偶然的に生じる。このような使用例は 切手が最初に使用されるようになった19世紀後半には偶然の産物であった。しかし切手収集の趣味が世界的なものになると、郵政当局が新しく切手を発行した際に、切手にちなんだ記念印を用意して応印するサービスが行われるようになった。そのため、初日カバーといえば、こうした意図的に消し印が応印される、ただし、 現在も初日カバーを実際に郵便に使用した実定カバーとして作る場合もあり、広角切手の時には書き留め瓶で差し出す場合もある。この封筒は切手収集家が自前で用意しても良いが、民間の切手収集家を顧客とする切手賞や美術賞、あるいは郵政当局ないしその関係機関がその切手にちなんだ絵柄を印刷した封筒を作成しており、 それらが利用されることも多い。自作のものを含め、絵柄などを入れてデザインされた初日カバーを、カシェという。それに対し無地の封筒による初日カバーは、シロフーという。このような意図的な初日カバーは1920年代のアメリカ合衆国で作られたのが最初と言われ、日本では1940年代後半頃から広く作られるようになった。記念印は当然ながら、 郵政事業体ないし関連団体がデザインする。カシェもデザインすることがある。例えば、中華人民共和国の中国州郵送公使のように、郵政事業体の関連企業が担当する場合がある。カシェは多くの場合は民間業者でデザイン、制作する。日本では切手収集化に便宜を図る業者が制作している。初日カバーにする封筒は、 どのようなものでも良いので、白風の場合があるし、後で白風の余白に切って収集家自身の手でイラストを書き入れる場合もある。ただし現在では、業者制の初日カバーの方が大多数である。歌詞のデザインは多くが横長で、左に絵柄を配し、右に切手と消印を配する。絵柄は対象の切手に関連のあるイラスト、または切手図案の原画等を使用する。 枚数やサイズによっては株もしくは全面を絵柄としたデザインもある。また、印刷方法も芸術的な木版印刷をはじめオフセット印刷や黄版印刷など多岐にわたって存在している。平和記念切手を完成絵はがきに貼り得意を押した優秀品、川瀬智江水による渡辺版初日カバーの例1959年に発行された。 国際航空運送協会総会記念日程の初日カバー。このように歌詞の絵柄には関連する図案が用いられることが多い日本で最初に記念切手の発行と同時に記念印が作られたのは1906年4月29日に発行された日露戦争外戦官兵式記念切手の時である。この時には完成絵はがきも同時に発行されており、 この絵はがきに切手を貼り付け初日印を応印したものが多数作られている。このような完成絵はがきに記念切手を貼り記念印を応印した優秀品は日本では数多く作られており、同様なものは日本の影響下にあった満州国などでも製作された。この頃は完成の絵はがきに切手を貼り初日印を応印する現在のマキシマムカードに近い優秀品が一般的であった。 その後日本でも封筒に切手を貼り付けて、初日印を応印した初日カバーが作られるようになった。日本では初日カバーの業者が多数存在している。そのうち著名なものに、渡辺木版美術画保による渡辺版、松屋による松の屋版と呼ばれる木版印刷で作成したものや、日本有志協会による JPS 版などが有名である。そのうち木版印刷によるものは、 絵柄の美しさや人気、または現存数によっては、未使用日程よりも高額で取引されることもある。例えば、渡辺版の版元である、渡辺木版美術画法は、銀座の一流店であるが、この渡辺版は、開演制で、制作数が多くなく、昔から人気があった。その渡辺版の歌詞作者の一人に、著名な版画家、川瀬智恵水がいた。 彼の作品を元にした初日カバーは1948年から1956年にかけて制作されたが、彼の手によるものは特に人気が高く、他の版元で制作された初日カバーよりも美術品的価値が高いため、状態が悪いものでも高価である。現在でも新規リシュが発行されるたびに初日印が応印された初日カバーが制作されるが、 近年では切手収集化の減少に加え優勢、民営化前後から切手が乱発されるようになったため、人気は以前よりも低下している。初日印には、汎用のいわゆる鳩印や、新切手のために特別にデザインされた入りの消印が使用される。普通切手やふるさと切手には、入りの消印が用意されないため、鳩印や普通通信日付印、風景印などが用いられる。 収集家は、新切りでに、縁のある地方の郵便局で応印された初日カバーを新調することが多い。前述のように初日カバーを制作している業者から購入することも可能であり、多くの業者は、販布会を組織し会員に自動的に郵送する販売方法をとっている。その一方で、個人的に初日カバーを制作するものも少なくない。この場合、 郵便で依頼して返送してもらう手続きを取ることが多いが、この方法を、由来という。新規利種の由来では、事前に公表されている、由来指定局に次のものを送付する。由来では、応印を希望する消し印の種類を送付用封筒に、手書きで表示し、希望の由来指定局に期日までに郵送することになる。由来指定局は、東京中央郵便局か、 日本橋郵便局が多い。新りでに発行当日の消し印を応印するだけで、あれば全国どこの郵便局でも可能であるが、特員や初日印などの特別な消し印が配備、されるのはごく一部の郵便局のみで、これらは毎回同じつ根が指定されることから、定例局と呼ばれている。定例局の他にも、新り種と関連が深い地方の郵便局に、その都度配備されることもある。 収集家の中には、新切でに縁のある風景印を応印して初日カバーを制作するものもある。日本で現在、新り種の発行に際して使用される消印には次のものがある。特印は、正式には特殊通信日付印と呼ばれる直径3 6ト、mm、ルの消印で、新りでに関連のある絵柄が飛び色のインクで応印される。現在は、 手押しと応印機の2種類が扱われている。手押しはその名の通り人の手で応印されるもので、1週間使用される。一方の応印機は専用の機械を使用するもので、応印できるのは発行日のみである。初日印は、正式には初日用通信日付印と呼ばれ、新規利種の発行日だけに使用される。陰影に鳩のマークが入っているため、鳩印とも呼ばれる。 このうち和文ハトイン、オーブンハトイン、機械ハト印の3種類は、サビキ鏡色のインクで応印される。和文ハト印は日本語と言語表記による日付印である。オーブンハト印は、曲名のオーブン表記で西暦による日付印であるが、国際郵便用であるため、国内宛に引き受け消印するのは禁止されている。機械ハト印は曲名を和文とオーブンで、しているが、 日付は、西暦下二桁のみで、末っ勝負に、鳩のマークと英語による、国名表記ジャパンが表示される形式である。エイリハト印は、特印と同様の直径 36mm の消し印で、飛び色のインクで応印され、手押しと応印機がある。特印と異なり、手押しも発行当日だけに使用される。風景印は、ふるさと切手や普通切手などの発行時に、 特印や営利派と印の代わりに用いられることがある。切手発行日以外の記念行事に際して作られるカバーを記念カバーと呼ぶ。アメリカ合衆国では大統領就任などの記念、歌詞も発行されている。また、アメリカ合衆国郵便公社は初日カバー用にデジタル印刷による多色すり消し印を用いるサービスも行っている。ファーストフライトカバー航空会社が新路線を 解説した第一便に搭載される郵便物をファーストフライトカバーファーストフライトカバーと呼ばれている。このカバーの場合には発着地と到着地の消し印が入ることで証明している。略称は FFC である。ありがとうございます。